た。こんにちは。私は小さい頃から野球を見ていて、なんだこの暗黙のルールはっていう場面を数々見てきたんですけれども、今日は野球の不文律、はい、ちょっと豊さんにこれありなし、今の時代と合ってるのどうなんだろうっていうのを聞いていっていいですか。俺さ、はい、喧嘩が嫌いなんだよ。はい、まず教わったのが乱闘になったら全員行かなきゃいけない。それちょっと教わったんですか。教わったよ。あれ行かなかったら罰金だからなとか言う。いやそれで、はい、いや俺人の喧嘩嫌いなんだけどみたいな勝手にやらせときゃいいのになって。そうですよね。一応ベンチは出て行ってたんですか。だからブルペンも全部出ていかなきゃいけない。ブルペンまでですか。そうそうそう。だからそういう、まあこれ不文律じゃないかもわかんないけど、はい、まあそういう暗黙のルールというか、はい、まあそういうのはあったよね。ありますよね。例えば暗黙のルールで言うと、例えば報復のデッドボールとかあったな昔はな。やられたらやり返すとか。豊さんも脇添い食らったことは。これは乱闘になった時に、はい、そのデッドボールで、はい、ね、キャッチャーじゃない今度はお前だからなとか言われたことがある、まあ、ある選手にね。怖い。でそのことは分かってるわよって。怖いですよね。来るんやったら来いやみたいな。来たけど、来たけどね。あ、来ました背中通っていたりとかもとかもあるよね。ありますもんね、うん、ただそれはルール上ではそういうのはやっちゃダメよっていうふうに、あの警告試合とかあるじゃないですか。で野球の不文律というのが実際にウィキペディアにもきちっと載ってまして、例えばですね、攻撃側、これ大差おおむね6点以上でリードしている攻撃側は6回以降でカウント3ボールノーストライクから打ちに行ってはならず、またバント盗塁などの戦術を取ってはいけない。まあいけなくはないよね。6点差で6回以降でそういうのダメって。そんなルールはさ俺は勝負ごとにルールはないと思ってるから、はい、どんな時でも点を取った方がいいし、はい、隙があれば攻めた方がいいし、はい、っていうようなタイプだから、はい、まあ、昔はそのなんていうの、消化ゲームってあったじゃない、はい、で消化ゲームってあったから、そういう時には俺成立してていいと思う、そういう不文律が、はい、まあ、例えばそのバントしなくてもいいかみたいな、うん、もうね、はい、まあ、ピッチャーだったらもう三振してこいやみたいな、はい、まあ、そういうことでもいいと思うんだよ、うん、でも今はさ A クラスまでチャンスがあるわけじゃない、うん、いろんなチャンスがね、はい、だからそれはなかなか難しいよな、やっちゃいけないとか。そうですよね、うん、プラスその記録がもちろんかかって、タイトルがかかってる選手も。いやでもね、まあ、例えば盗塁とか、はい、まあ、そういうのはこの場面で盗塁しても盗塁つかないっていうケースもあるけどね。あるんですよね、実は。あるそういう場合、その盗塁の、例えば盗塁を争いをしてるとか、そういう選手たちはどうしたらいいんでしょう。走らない。無駄に無駄に走ってもしょうがないです。あ、まあ、そういう時っていうのは大差で勝ってるか負けてるかだから、まあ、勝ってる方は走らないよね、なんか。でこの例えば例としては2010年6月5日阪神タイガースの藤川選手が5点差でリードした7回に盗塁をしちゃったんですね、うん、この時対戦相手オリックスだったんですけど、オリックスが岡田監督だったんですけれども、この盗塁に対して5点差でな、あれは大変なことをやってしまったな、こっちは負けを認めているのに明日も試合があるのになと発言。それは阪神に対して岡田さんがいい。ちょっとねちょっとイチャモンつけたみたいな感じでしょ。感じプラスその5点差でこっちはもう負けを認めているっていうのは、例えばランナーがいても、うん、はい、一塁手が、はい、多分ベースを離れてるんだと思う、うんうんうん、牽制もしませんよっていう、そういうしませんっていう、でもあのランナーの後ろにいるとかさ、はい、もう守備重視で、うん、もう盗塁も走らないだろってこの点差だからって、うん、そういう時に走っちゃったんでしょ。だからそれは負けを認めてるっていう体制を取ってるのにっていうことなんだと思うよ。なるほど。まあ、それでもね、今の野球って5点差分かんないからね、はい、いや本当そうなんですよね、うん、で今の野球、まあ、昔の野球も5点差っていうのはたまにひっくり返ったりとかしてたからさ、はい、まあ、相手の守備体系がどうかっていうことも考えてたよね。そうですよね、うん、きっと。で同じく2010年この6月10日、中日ドラゴンズの大島選手が6点差がついた8回表にセーフティーバントで出塁したんですね、うん、その際に楽天の
可愛い投手が次の打者の森野選手に対して激しく内角を上げるえぐる投球をしたと。これもやっぱりその8回で6点差でセーフティーバントなんか何でしてんだっていうことへのいわゆるある意味警告みたいなダメなんですか、腹立ったんだろうななんでセーフティーしてんだと、うん、6点差でと。なんか6点差ってやっぱなんか一つの今基準になってるんですか、うん、まあ、8回で6点か、はい、まあそうだな、うん、でも打ってホームラン打たれても腹立つだろうしなそうですね、だからそんなのね考えてできないよね。いやそうですよね。だって大島がずっとヒットがなくてさ、はい、あ隙があるなと思って、うん、バントヒットを狙って、うん、それがヒットになったおかげで、うん、調子が上がってくるっていう可能性もあるしさ。そうですよね。だからその一概にはなかなかね、うん、状況が分かんないし、その状態が分かんないから、うん、なかなか言えないけどね、うん、6点差あって8回、はいの攻撃で、まあ、打っていくわな打ちますよね、まあね、はい、あとまた攻撃側の不分率なんですけれども、ノーヒットノーランや完全試合あるいは投手のタイトルがかかっている場面でバントヒットをしてはいけない。ダメなんですか、ダメなんですか。先生堂々とヒットならいいけど、やっぱ姑息なことは相手のピッチャー記録、ね、まあそうだなそれもルールがないからな。そうなんです。俺らもノーヒットノーランやられそうになったりだとかしたことあるよ、はい、だから一瞬頭の中よぎるよね、セーフティーやってやろうかなとか思うけど、はい、やっぱそれはやっぱそこまで積み上げてきてピッチャーが一生懸命ね、うん、それをまあ姑息とは言わないけど、はい、正々堂々 と、うん、と立ち向かってやりたいなと思うけどね。ほどね、それは人のあれじゃないの持ってる考え方やね。あだもちろんその完全試合される側は、それされたくないよ、ね、なので何としてもやっぱりどんな手でもヒットでも出ようっていう思いもある人はありますしね、うん、きっと。だからセーフティーバンドも含めて野球だからさ、まあそうですよね、うん、ただやっぱ不分率で暗黙のルールでこういうのがあるということは、これセーフティーでね相手の完全試合とかをなしにしてしまった場合、でもさ、はい、それでさ、あそこのセーフティーバントはどうのこうのってインタビューされたくないよね、うん、ちょっとそれが1安打で勝ったなんて打って内野安打だったら、はい、もう仕方ないと思うけどね、はい、あとまだあるんですよ、2者連続ホームランを打った後の初球を打ちに行ってはならない、そんなことはないあるね、だから打ちに行ったら降伏、そうか打たれる方が悪いだろそれ本来はそういう考えですよね。そうでしょ、今こう勝ってても負けてても、はい、自分のホームランに対してすごく喜ぶ人がいるよね、はいはい、確かにホームランを打ってあすごい嬉しいって俺も経験があるから、はい、思うよ、うん、だけどまだ勝負は決してるわけじゃないし、うん、そのホームランが勝利を呼び込んだとも確信もできないし、はい、そのナイスバッティングに対してチームメイトがこう称えるっていうことはあっても、はい、なんか喜びすぎるなっていう傾向は強いよね、うん、やっぱりそういうふうに感じる場面は、うんまあ、あるかな。やっぱ勝負ってさ、はい、ゲームセットって言われて初めて勝敗が決まることであってさ、はい、途中で決まってることではないでしょう、はい、うん、だからちょっと喜びすぎかなっていうのはあるけどね、で相手も一生懸命やってるわけだしピッチャーもそうですよね、うん、以前その千葉ロッテ対、西武の試合でピッチャー涌井投手だったんですよ、うん、でバッターがその2軍から上がってきた神戸選手当時の、うん、がホームランを打席で打った時に1軍から上がってきてすぐ打ったのでありえないぐらいちょっとテンションが上がって喜んでしまって、もう回ってる時からもうジャンプしてで最後 M 字開脚までやってしまったんですよ、ベンチ前で。したら、来ました、やっぱり報復はそれはっていうやりすぎでしょ、まあ、昔の野球はあったよね。ありました、あったあった、報復はね。で昔 その選手の方が結構率直にわーって喜んだり、あと抑えた時に思いっきりガッツポーズピッチャーしたりとかで報復っていうのは結構乱闘になるまでありましたよね。いやあったな遠藤さん、若菜さんのバッテリーでクロマティが立ってて、はい、遠藤さんのフォークで三振したんだよね、はい、それだけで乱闘になったからね。
そのガッツポーズだとかそういう態度で、そのお前舐めてんのかみたいな、クロマティ選手が、うん、来ちゃったわけですね。それだけ若菜さんも何か言ったんだと思うけど、はぁとかよっしゃーみたいなとか、とか何か言ってこう揉み合いになったけどね、はい、でメジャーもそれ顕著ですもんね。メジャーの方がよりそのガッツポーズ喜んだりとかするとな、はい、完全に報復きますもんね、うん、だからそれこそ不分率だよね。不分率ホームラン打ったら喜んじゃいけないみたいないやそういうのはあると思うよ。ありますよね、うん、でもまあね、まあ、時代にあったそのまあ不分率というか暗黙のルールというか、そうだね、まあホームラン打って楽しいしファンが喜んで、はい、負けててもそのホームランを見れたことを喜んでくれるという、うん、はい、まあその昔は本当に勝敗ということに関してすごく厳しかったしね、はい、まあ今のファンはどうかわかんないけど、うん、まあ例えばそのホームランを見れたこと、三振を見れたこと、いいプレーが見れたことに対してすごく満足感を得て、まあ、帰ってらっしゃるのか分かんないけど、はい、まあ、昔は勝負に厳しかった、うるさかったからね。いや、そうですよね、うん、そのぐらいヤジも飛んでましたし、まあまあそうだね、だからまあ不分率もこう変わってきてるとは思うけど、はい、面白いよね、試合面白いね、暗黙のルールが暗黙のルールっていうのはなんかね、もう下手ないな。いや、そうなんですよ、点差とかも今の時代わからないですし、分からないしね、全力でやったプレーがそれがね、逆に報復とか相手チームを別に侮辱するためにやってる行為ではもちろんないですし、いや昔は侮辱っていう風に取られたんだよねだからバカにされたみたいな、あ、だからこの野球の不分率が出来上がっちゃったんでしょうね。まあね、まあ、今後ね、この野球の不分率が、まあ、いろんな不分率があるんだったらコメント欄に書いておいていただければ、そうですね、うん、あのそうすればまたいつかその動画でね取り上げたいですもんね。はいはい、はい。